質問コーナーということで、今回はですね、少し時間を短めに設定して、いただいたコメントすべてに答えたいと思いますので、いただいたコメント、おおむね40分で15件。太一さん、番長でやり残したことは、先日のブログで9999枚達成感めっちゃ伝わりました。番長はかなり打ち込んでると思いますが、やり残したことありますか？私は上乗せ1ゲットからの3桁乗せと猛特訓での頂き当選演出です。なるほどですね。そうですね、番長でやり残したこと、あ、ないかも。番長2でしょ。そう、先日カンストしたんですよ。1ゲキ12500枚かなんか出て、でそれ本当目標だったんで、9999っていうのは。もうその時のあれはヒーヒーでしたよ。9700枚で1回終わったんですよ。ストックもなくなって全てが終わったんですよ。気合の引き戻し、あの引き戻しっていうか、愛の教育的引き戻し確定の愛の教育的指導来た時のあの感動はもう皆さんにお伝えしたいですね。ダイジェストじゃなくてもうリアルタイムでお伝えしたい。なんで俺今日カメラ回ってないのって思いました。本当にその時に出した聖火丹田呼吸法たるや、もう完全にリンクしてましたんでね、河原で寝そべってる番長と。はい、やり残したことなんかある？番長2で、まあ言っても多分50万ゲームぐらいなんですよ、回してて。ああ、クリアしてないですね。大友のミッションがまだクリアしてないのが、ボーナス確定画面中の長番長ボーナスと、あと夕方背景の吉宗、あれを出してないですね。そうですね、 100% 狙いたいです。はい、次、ダメ人間さん、先日高設定を逃がすバジを朝から打つことができました。夕方下皿のコインを箱に詰めていたら、こわもての人が横から、やめるんなら声かけてくれと、まだ座ってる自分の台へタバコの箱を置いてきました。まだやめるつもりはなかったんですが、嫌な気分になったのでやめましたが、この場合どう対処したら。やめませんよって言えばいいんじゃないですか。いや、まだやめませんよ。俺とか意地悪なんで、やめる素振りをしてとかね、昔やりましたよ、よく。そういうので楽しんだ方がいいと思いますよ。いろいろありますんで。まあ、揉め事は良くないですけど、それでやめませんよって言って、揉め事になることもない。ただその人の言い方がちょっと高圧的だったんですかね。まあ、しゃあないですわ。はい。リュウさん、お疲れ様です。上乗せ特化が継続率の場合、一気にやってしまうのか、急速に挟むべきか、どっち。何言ってんの、リュウ。お疲れ様です。上乗せ特化が継続率の場合、上乗せ特化ゾーンが継続率の場合、なるほど。それはやっぱ流れ次第でしょうね。やれてる感がこう追い風を感じてるんであれば、もう休憩なんか挟んじゃダメだし、やばいと、今日の僕の白夜なんか、あれ休憩挟むべきだったんでしょうね。タイムアウト使うべきだったと思います、いう感じです。はい、パルさん、朝一と夕方5時あたりではどちらが勝ちやすいと思いますか。僕は朝一から行くと広角チェックなどでタキシ複数台打ってしまい、結果は夕方から。やっぱ僕は朝からの方が勝てますね。移動しないんですよ、朝から。あんまり移動しないで済むんで、あんまね、動くとダメですよ。そんな簡単に分かるほどパスロー甘くないですから。やっぱり 2時間はよっぽどだからマイナス要素ばっかりっていうんだったら話は別ですけど、最近は6でも全然下の反応することありますんでね。僕は朝からです。でいい。はい、次、ヤスナさん、新三的5号機最強といえばバサラで、ではそれ以前の基準ではどの台がお気に入りですよ。あ、もう先代番長ですよ。一番最初の番長はもう全てがもう完璧でしたね。でね、これ面白い話で、今のパチスロって足し算で開発されるんですよ。言ってること分かります。だからこれつけたいね、あれつけたいねっつってこう足していく感じ。けど先代の番長はまず15枚払い出しで、猛特訓が実はまあまあそういうすごい、なんかもう最初ものすごいバカみたいな仕様で、引き算でもう妥協でもうこれはもうしょうがないっつった結果があれなんですよ。だからもう先代番長はもうやばいですね。はい、
DVD とか出てるはずなんで買ってください。まだ Amazon で売ってます、検索すれば。はい、次、オワゾーラルさん。今後のパチスロについて新さんの動画いつも楽しく拝見してます。自分は4号機時代からパチスロ打ってますが、またあの爆裂性的機種が帰ってくることはないのでしょうか。また帰ってきてほしいと思いますが、ぜひ聞かせてください。帰ってこないですね。で、帰ってこなくていいと思います僕は。今は十分に分に面白いですから。だから今 AT 機がやばいじゃないですか。1ゲームあたりの純増3枚なんていう、もうそれこそ爆裂 AT 機時代が純増1ゲームあたり10枚だったんですよ。その3分の1までいっちゃってて危ないと思いますよ。もうここで止めといた方がいいと思います。十二分に面白いんで。なんでエウレカすごい楽しみにしてます。次、花火さん、新さんに質問。最近は AT と ALT 機バランスよくできてていますが、新さんはどちらをメインに打っていますか。私は AT の瞬発能力になるし、まあ、ALT だと物足りない。まあ時と場合によりますね。どっちも打ちますね。忍び魂、今回の緑丼も打ちますし、ちょっと荒々しく行きたい時は AT 機も打つっていう感じで、うん、気分はすごく大事ですからね。今日自分が何を打ちたいのかっていうのはよく考えた上で、あの辺のプレミア引いてないやとか、あの特化ゾーンやりたいとか、そういう気持ちってすごい大切だと思いますから、それで決めてほしいと思います。はい、9分の3なんて計画のチャンスが。はい、2回目ありますね、ありますね、ありますね。5です、多分5です。はい、2時間ぶりですね、 ART。 初始完結5段5段よーしよ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 り同時当選で、あどまあいいでしょう。まだいる。
バシ感がたまんないよね。なるほどですね、もうダメ。よし。台無しだよ、台無し。17ゲーム目。いやまだだよ、まだダメだ。こんなんで俺は喜ばないから見てろ。そう、こういうのをやりたかったのよ。そう、リプレイだよ、ね、
さかねえ、だけど1万円しか使ってないっていうところだけどね。久々に弱性で降格上がった可能性大ですね。そういえば今までの緑丼って弱チェリーだったりその降格移行ケーキを引くと降格に上がってようが上がってまいが例えばジャングルステージとか20ゲーム間フェイクがいたんですけど、今回の緑丼に関してはないですよね。全然降格上がってないとうんともすんとも言わないっていう、そこちょっと違いですよね、今までと。だいぶその降格の移行状況ではある程度設定の当たりはつけやすくなったのかなとは思います。割と前の緑丼とか偶数だ偶数だって実は奇数だったなんてことを往々にしてありあったんで。かも。悔しいというか辛いというか厳しいというか悲しいというか残念な結果に終わってしまいました。またですね、ないでしょうねお疲れ様でした。お疲れ様でした。いう感じで新之助の新一打ってきましたけども、久々の惨敗ですね、なんだかんだ鬼の城だ転生だ忍び魂だいろいろここ半年ぐらい打ってきましたけども、ここまでひどい内容っていうのは久しぶりなんじゃないかなと。バジリスク以来じゃないですか、それこそね、年明けぐらいの多分、36本負けですね。予想設定は3ですね。高額の上がりっぷりがもう奇数のそれを示してましてですね、だから下手に中間とかあると結局いい顔もすることあるんで、ああいう風に粘らされてしまうっていうことですよね、ただ緑丼のスペックを考えると中間を最低でも使っていかないと辛すぎてダメっていうのは実際なんですよ。だから逆を裏を返せば、まあ多少なりともいい店であれば中間は使ってるっていう裏付けはあるんですね、スペック的に。あと台数もあるし、だからある程度緑丼の客付きのいい店で、遊ぶっていうのはありなんじゃないかなって、これまた再認識しました。はい、だから
そういう感じでふわっとした感じで向き合えばいいんじゃないかなと思います。はい、お疲れ様でした。